来ました。 LB レーシングドライバーの日比野哲也です。今回はですね、グッドウッドを走るために LB レーシングが S15 シルビア4ローターの車をですね、はい、走らせるために来ました。アジアのチューニングで言えば世界初だということなんで、かっこいい走りをしたいと思います。Showman, and you know, this could not be further from the Japanese drifting scene. LB レーシング日比野です。グッドウッド4日間、長いようで短かったです。特に最終日めちゃくちゃ短かったです。一瞬で終わっちゃいました。だけどめちゃめちゃね、いい走りしましたよ。もう世界にね、 LB レーシング行ったと思います。世界制覇します。本当にリバティウォーク加藤さん、ありがとう。 LB レーシング世界制覇します。見てろよ。
もうグッドウッドはグッドウッド最高でした。さすがのグッドね。もう自分が思った以上の日本から車を持ってきて最高のパフォーマンスができたと思います。でまあヨーロッパの人たちも、まあ、すごく喜んでもらったと思うし、まあ、日比野選手のドライバーのテクニックも、まあ、日本からの魂を現実的にヨーロッパの人たちに広げれたと思います。もうグッドウッド最高でした。意外にあのヨーロッパの人たちって日本人を結構アジア人の人たちを結構下に見ることが多いじゃん。でも本当にアジア人を下に見るっていうイメージが強かったんだけど、自分たちが今回グッドウッドに来て、まあ、本当にメカニックの中村さんを筆頭にその周りの要はまあドリフトのチームの人たちがすごいフレンドリーですごい協力的だったなっていうのはすごい感じたよね。で、日比野君がこう真横になった状態、あんなのが日本のフォーミュラドリフトであるのかっていう、ないでしょあれ、絶対ないと思うよ。だから結局ヨーロッパの人たちって何がすごいのかって言ったら、まあ、共感して現実的に楽しもうっていうものを一つのチームとしてやれたことなんじゃないの。だって俺らは初めて会って、初めてこの転校生が来て、転校生が来た中に現実的にその転校生を盛り上げてくれたわけじゃん。まあ3年前にね、バグシーが GTR のエアロをつけて走ってもらって、その後はマットマイクがランボルギーニに裏側のボディキットつけてもらって、リバティオークの走ってもらって、まあ、その時にグッドウッドにその現場で見た時に、まあ自分たちが日本で原的に車を持ってきて走らせたらいいなっていう、まあ走らせたいなというふうに強い思いに変わって、で今回まあ姫野選手を原的にドライバーとして、まあ LB レーシングが2年前に立ち上がり、それを原的にグッドウッドに持ってきたあの可能性が現実になった。まあ来る前は正直言って、まあどれだけ受け入れられるのかなっていうのが心配な部分もあったんだけど、まあ実際走ってみたら、あの車のボディカラーとボディデザインでかなり受け入れられたなっていうのが、もう1日の初日目から起きたね。で、あのクラッシュ、あの一番最初のあのドラム缶にぶつかった時のあのクラッシュはわざとだとみんな思ってるんだけど、あれは実際わざとじゃありません。あの実際、まあ本当に緊張しすぎた、日比野さんが緊張しすぎてたそのタイミングで、まあドラム缶に当たったんじゃないかっていう認識で思ってもらえれば、まあそれだけ日比野君もグッドウッドに来たこともなく、いきなりコースに走って、まあ緊張感が顔にもうにじみ出てたぐらいな、まあイメージだったなっていうのはあって、でまあそれからどん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 、まあみんなでリラックスしてやろうよっていうタイミングの中で、まあ2走、2日目、3日目、まあ4日目と、で最後の4日目の前にね、やっぱり一番僕は自分の中で感じたのは、まあ中村モータースの中村さんとか、まあ、西尾とか川村とか、まあそういったメンバーたちが夜遅くまで車を直してもらったり、まあその人数が少ない中、まあその戦った今の現状の4日間に、まあ自分は感動して、もう最後はもう自分の中では、まあ旗をね、こう毎日自分ができることって言ったら、まあ旗をダブルフラッグを持ってね、そのスタート位置までの現実的な全力疾走、あれをまあ毎日やろうかなっていうふうに自分も決めてたんで、でまあ最後にそのフラッグをね、まあ通常であればヒルクナイムの中に持ち込んで、日本の旗とイギリスの旗をこう振ってこう降りてくるっていうのは、まあ実質的なペナルティな部分があるんじゃないかっていうふうに思ったんだけど、まああの現実的な関係者の人たちがもう必ず旗はダブルフラッグでいいと、もうヒルクライムの中で現実的に振って戻ってきてもいいぞっていうふうに言ってくれた時には、まあ一つ現実的に自分の夢が叶ったのかなと。まあその中で姫野君が日本の国旗を持って、まあ自分がイギリスの国旗を持って、まあもちろん姫野君が日本の国旗を持ったのは姫野君がドライバーであり、姫野君が今回はまあドライバーとして有名になるための目的だったん でそこに現実的にダブルフラッグで現実的な旗を持って、まあゴール地点から下に降りてきた時のタイミングは、まあ、すごい、スタンディングオベーションで、すごい笑顔とすごい歓声で、まあ、今までにない自分がやってきた海外のイベント以上の歓声だったのかなっていう、まあ、あの時に自分は、まあ、本当にこのグッドウッドに、まあ、来て、まあ、日本の原付きの走りとカスタムの魂を、まあ、見せれたのかなっていう、
まあ、あとは子供たちとかに未来ある、その人たちに、まあ、自分たちがやればできるっていうものを、まあ、中古車の一人のおじさんとしてやれたのかなっていう、まあ、そういうトータル面で見たら素晴らしい走りとパフォーマンスが日本の、まあ、リバティオークの LB レーシングとして、まあ、できたことは、まあ、結果的にはもう大成功だったんじゃないかと。でもまあこれをね、まあ、一つのきっかけで、また終わりではなく、また来年もグッドウッドイコール、まあ、いろんな海外の大きなイベントに、まあ、アプローチをしてチャレンジしていきたいなと。まあ、最後にグッドウッドはね、なかなか本当に誰もが参加できるからって言って参加できるものでもないし、まあ、お金があるからできるものでもないし、ね、グッドウッド側の原因的な審査もあり、ね、まあ、そういったものを現実的に乗り越えて、まあ、2章が現実的にアプローチを直談判でコロナの中にアプローチしに行ってもらったり、そういうトータル的な、ね、面で素晴らしい全員の力がね、一つのこのグッドウッドに集結した一つの最終章だったのかなっていうのを思うよね。まあ、これからもまあね、リスペクトしながら皆さんの力を持って一つの目標に向かってチャレンジしていきたいなと思ってます。リバティーワーク。Thank you. Yeah.